合田を離れ陸に実家。どんな影が刺さぬよう患者を放ち諸国を巡る。数えた塚は300余り。絶えぬ煙、はぜる炎、焼き打ちされて朽ちた里。あやめは今ここにいる。世は戦国、焼かれる里などあまたある。道中さじだと過ぎる気が、真の子に捕らえた亡骸は忍び忍びまた忍び。直感あるいは胸騒ぎか、分からぬままにせき立てられて、あやめは里のただ中へ。なぜじゃ、ふたは。悪いね。これも棟梁の命令なんだ。黒屋、ここを襲った奴らの名前かい？双葉、長老様！貴様、よくも！村の生き残りか。だったらどうした？どうせあたいじゃないって言っても信じないんだろう。いいよ、かかってきな。黒屋って何、聞き覚えは？知らないね。会っても教えるもんか。なんで殺さない？殺す理由がないからさ。こう見えて結構忙しい身でね。続きは今度会った時にしとくれよ。バカにして。大事な密会だって言うからつけてみりゃ、まったく男ってやつだ。誰だい、こんな夜更けに想像し。とても無駄よ。そやつは影だ。先ほどから後をついて回っていてな、姿を見せずば見逃してやったもの。気づいてたかい。じゃあその影が姿を見せる意味も知ってるね。十蔵様、お支度を。うん。本気かい？Ah!
僧様、お役に立てず申し訳。役に立たぬのなら目障りなだけだ。消えろ。十蔵様。貴様なんてやつだ。人殺しの女の目はさすがに違うな。ゆっくりと味わいたいものだ。ほざけ！そうだ。それでこそ俺の女よ。今度はあの世でな。くそい！離せ！まったく下せないね。後味が悪いよ。慣れてきたな。そうかな。まだまだだよ。そうか。早いとこずらかろう。割り込む隙もなかったね。でも、あいつ…くせ者だと？まだ逃げ切ってはおらぬ。いぶり出そう。まずいね。やれやれ、厄介事ばっかりかい。Thank you.
お約束ってやつかい。まあな、お目当てはこいつだろ。腑に落ちないんだよな。あんたは何のために俺たちの邪魔をする。見たとこ商売敵ってわけでもない。なぜだい。お姉ちゃん、女ってのはさ、好き嫌いでことを起こせる生き物なんだ。損得感情で人を殺す奴らには死んでもわからないだろうがね。損得感情？そりゃ違う。俺たちはただ殺しが好きなだけだ。殺すだけで気が晴れるんだ。そうかい。礼を言わなきゃね。あんたらのこと、もっと嫌いになれそうだ。元の芸でなきゃお題は出せないよ。あ
黒屋は駒が多いね。けど始末屋にはほど遠いよ。どこまでも気の強いこった。だが所詮は年寄りの冷や水だってのに。いくつだろうと関係ねえ。女の苦痛に歪む顔ってのは。そこまでだよ、変態野郎。今日はついてるね。二人もやらせてくれんのかい。小バカにした獲物だね。いやさ、とっておきよ。上物には失礼のないようにな。ヘドが出るね。殺してやるよ。楽しいね。こうでなくっちゃ。今日はこれまで。一気に行くのはもったいない。まだこらえられるね。すまないがこっちも時間がないんだ。言っとくれ、ここまでしてもらえば十分だよ。しっかりすんだよ。